川崎って意外に栄えてんだな。商店街だ商店街。何なんだろうなここ。商業施設がでかくドーンとあるんだけど、その中に貸切サウナがあるみたいなんで、今日はそこに行ってみます。なんかイクスピアリとかさ、ディズニーシーの入ったところのイメージがあるよね。イタリア感っていうの。ここだけだぞ。川崎どこに何あんの。競馬競輪、金持ち大学生、ドリフト、プーチン。もうやめてくれよ。この街は綺麗だなの下りだったのに。まあやりますか早速ね。上の方はでも友達としかダメだったんだけど、友達とっていうかカップルが OK だね。ここはカップルで行きます。別にこれといってすることはないんで、まあ君たちにねサウナの入り方を教えつつ、いつも通りの俺がサウナを堪能して今日の配信は終わり。こんばんは。お願いします。一番のお部屋でお話しさせていただきます。ありがとうございます。ちなみにローリーするときにあのマウイルを選べるのか、もしくはガチャガチャあるんですけど、どっちですか。スペシャル。スペシャル。オレンジです。マンダリンオレンジ。わあ。柑橘系だ。プラスしてちょっとガチャガチャで、いやシトラスよかったんで、ちょっとシトラス狙いで。あやべえ金がね。ちょっといい、ね、ちょっと後で取ってくるわ。ごめん金。あこれ館内着とかも買えていいんですか。はい、今日一応配信もね。ぜひこの中に来ていただいて、ありがとうございます。パロリしないように。そうですね、多分こっちの方がいいかもしれないですね。ありがとうございます。ちょっと楽しんでいきます。この中に静かにいてね。お水はもう買ったもんね。うわでも岩本は買っとこうかな。金ねんだったもん。はい、というわけで今回は、ロングランド川崎さんから、サウナ配信をさせていただきます。いいよ見て、なんかあそこ寝れんのよ。枕あんの。やばくない。でガンガンに熱くしてもらったらしくて、サウナの温度が100度です。100度。普通のシャワーとサウナ、この水風呂のシャワーが別で引いてあるっぽくて、ここを押すとそのサウナの水風呂です。これああいいね。素晴らしい。ああ素晴らしい。いい冷たさだ。というわけでもうちょっと早速いきますわ。お着替えタイムです。はい、というわけで講習会を始めたいと思います。お願いします。まずサウナに入る前にですね、そのままサウナに入るのは衛生的にもよろしくないし、今の、まあ、ベーシックな流れといたしましては、まずは、体を清めるところから始める。体を清めるとは体を洗うことですね。全身を洗体して、綺麗な状態にするというわけでございます。というわけでまずシャワーで、体を普通に洗います。もう2機も入っちゃうよ。ここほら来い。ですね、角谷さん NG が出てます。それサウナの中でしょ。怖い。大丈夫。その入って、ここ入って閉める。はい、閉める。ニッキー多分ジーパン濡れるけど、濡れたまま帰って。もうカメラだけ。あ、じゃあそうしよう、そうしよう。濡らさないようにだけ本当にお願いします。
あ、濡れたかもしんない。もうあ、すみません。あの、答え合わせ忘れてました。スタンミジャパンは頭から洗うです。しょうがねえなあ、もう。いいよいいよ、別に特別だぞ。サンがすげえ誘ってんだよ。いろんな人に。マジで誰も来てくんねえ。俺、バグランとか募集してるさ、夜のカスタムのところにさ、サウナ来る人いませんかって書いてるさ。わかった。キャやってる子をアサインしてみよう。需要に合ってない？ちょっと待って。俺のリスナーってオタクが多いじゃん。はい。男の。はい。グラビア女優の人が新規開拓するのに助かるでしょ？俺の視聴者がそもそも、だからオタクが多いから、はい、可愛い女の子みんな好きじゃん。そうですね。どっちもビンビンじゃない？多分ですね。うん。あの、グラビアさんの方は、うん、NC だってると思います。この配信見ると。俺はどんな絵になってるか分かんないからさ。どんな絵になってんの？え、でしょ、これ。ん？盗撮カメラ。盗撮カメラ。やばすぎるだろ、価格が。で、体を洗ったら、ちゃんと体を拭いてから、サウナに向かってください。これも、マナーとして衛生面もあるし、どれぐらい自分が汗をかいてるかっていうのを感じやすいのが、やっぱり体が乾燥してる状態からバッて出てくるのが気持ちいいから行かせていただきたいと思います。はい、サウナ、実はどうしても髪の毛は傷んじゃうからね。サウナハットを持ってない人とかはタオルを頭にかけたりするんだけど、よいしょ、熱っ熱っ、おおおお、だいぶちっちゃめなんで、かなり大きい声でお願いします。わかった。サウナ初心者の方は、こう段差になってると思うんだけど、あったかい空気っていうのは上に行くから、下の段からお勧めします。で、ベストは足を組む。下の段と上の段で温度が違うってことは、足と頭の温度が全然違ってきちゃうから、なるだけ均等にしたいから、足を組むのがベスト。人が多い時は組めないからね。うわぁ、マジでいい？頼む、誰か一緒に行こう。ほんと最高のこと慣れて貸し切りなんだぜ。インフルエンサーの方 DM お待ちしております。その換気口を開けてみたら、俺の声聞こえない。よし、よいしょ、スタミジャパンティー。はい、はい、ここ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 、うえはい、うわうわすいませんよ、すいませんよ。この水風呂に、この水風呂に、こんなに汗かきました。ほら、汗でしょ、これ全部汗だからね。で、水風呂浴びます。まずは末端から、手の先、足の先から。OK、 ここですぐ座りたいところなんだけど、しっかりと、なるだけ水滴を取って、水滴が水についていると体が冷えやすくなっちゃう。サウナっていうのは今が本番で、サウナからの水風呂、外気浴、この休憩10分が本番です。この10分間は
気持ちよくなるんだぞっていうマインドを持ちながら、ただただぼーっとする。自分の境に世界にのめり込む。右キロ、なんかね、ふわーっとするわけよ。サウナで血管がブワッて開くわけよ。血流がうわーって送り込むわけで、水掘りに入って血管がギュッて収縮するわけで、ポンプの役割になって脳みそに酸素がうわーって流れ込むの。それを楽しむ、それを整う。で、ここは外気浴を疑似体験できるように、ほら扇風機が置いてあるわけよ。これ今の気温がちょうどいいからつけないけど、うわぁ、やば。ゲーマーでサウナ行くっていう人は、森脇さん行くって言ったでしょ。ジャスもサウナ大好きじゃん。リオン君も行くでしょ。あと、おぼもめっちゃ行くらしいけど、最近知ったんだよね、サウナ好きやの。逆に言えばそれぐらいしか知らないかな。サウナ顔がいるから俺はもったいないんだよ。サウナ顔。マザーと関さんなんだよね。サウナ顔。あそこのラインは、ちょっとサウナ顔なんだよな。関さんサウナ誘えば行きそう。ほんとかよ。一番こなしそうだわ。よいしょ。ああ。全部でしょ。白樺の香り。めっちゃいい匂いする。ああ。うん。行ってきまーす。よいしょ。よし。というわけで、皆さん、ぶち整ったんで、こんぐらいで、スタミジャパンのサウナ配信は終わろうと思います。完全に俺の趣味配信でした。サウナ配信でした。ぶち整いました。やべえ、ふわふわしてるわ。じゃあね、お疲れ。